はい、どうもどうです。いつもですね、動画見てくださってありがとうございます。今は東京に来ております。もうね、東京3日前に来たばっかりなんですけど、まだ来ました。ちなみにあれですよ、今回が2019年ラストの東京です。いやー、正直しんどいですね。しんどいんですけど、何回だろう、でも今年多分僕30回ぐらい東京来てるんですけど、不思議なもので、これ変な法則なのか分かんないですけど、移動距離ですね、移動距離と移動の回数ですね、これが増えるとですね、不思議と、収入が増えるというね、変な現象があるんですけど、これずっとこれ、僕がこの5年間、変わんない現象なんですよね。例えば去年なんかは、今年に比べると本当に半分以下ぐらいの移動距離だったんですけど、今年は本当にもうそのまま2倍ちょっと 2.5 倍ぐらいの移動距離、移動回数になってるんですけど、で、それに比例して、売上も2倍から、そうですね、2倍ちょっとかなって感じになってますけど、なんか何が言いたいかよく分かんないですけどとりあえずこれ特に地方に住んでる人はよくありがちなんですけど、セミナーが毎月東京であるとかって結構よくあると思うんですよ。よくあると思うんですけど、結構それを毎月東京に行くのがやっぱ交通費が大変。これ僕も同じ気持ちです。四国のね、高松で、毎月ね、東京出てくるの結構やっぱ大変です。特に最初の頃はね、お金も、あまりなかったし、一回東京出たらもう電話代が払えないみたいなところもありましたけど、でも、そこを頑張って、地方の人ほどやっぱり毎月出てこようと、出てくるためには余分に、東京に住んでる人より余分に稼がないといけないんで、自然と、それだけ伸びてくるかなと思ってるんですね。だから地方が不利って思いがちなんですけど、逆に言うと地方に住んでる人が得、結果が出やすいと僕は思ってます。なんで、ただ一つ条件としては、そこに行き続けることですね。その場所に、自分が決めた環境、毎月1回の場所に、行き続けるっていうのがやっぱ大事かなと思います。でないと結局ね、一緒なんで、移動してないし、移動しなくていいんで、それプラスアルファそれだけの交通費を稼ぐ必要もないということなんで、だから移動距離と収入は比例するっていうことですけど、特に講座とかね、セミナーとか参加してる人は、で地方に住んでる人はもう毎月東京に行き続ける、東京か大阪か、会場は分かんないですけど、それぞれね、人それぞれ自己投資してる環境が違うと思うんですけど、その自分が身を置いてる環境ですねに、きちんと生き続けることですね。もうこれがやっぱり一番の近道かなと思ってます。でこんな感じですね、今日と明日2泊3日で、帰って、まだ最終大阪が残ってるんですけどね、東京はラストということで、2日間頑張っていこうと思います。でこんな感じで、ではさようなら。